岡倉の発祥地出雲と隣り合っているせいでしょうか、島根県浜田に今も伝わる石見神楽はその豪快な振りと素晴らしい神楽の面で知られています。その岡倉の面も般若、天狗、おたふく、正気など種類も多く、それぞれ魔除けや家内安全のお守りとして珍重がられています。面作りはまず原型に粘土を詰め下地を作るところから始まります。型から出した粘土の下地はよく乾燥させてからいろいろ細工にかかるわけです。面作りではこの地方での第一人者と言われる日野下義明さんの仕事で、その作業ぶりを拝見してみましょう。下地の上にこの地方特産の楮という和紙を丁寧に一枚一枚貼り合わせていきます。楮というのはお札の原料になるごく丈夫な紙です。日野下さんは面作り20年とか、この神楽面を作るのは10年の修行がいるんだそうです。紙を貼り合わせましたら、これを乾燥させ粘土の下地から剥がします。5分で白く下塗りをした面の上に今度は色をつけていきます。この石見神楽面は長い間に築き上げられた郷土芸能を象徴する優れた民芸品として、この地方はもとより東京大阪方面からも注文があるそうで、最近はアメリカやソビエトからもいろいろとこちらから輸出しているっていうんですが、何に使うんでございましょうな。彩りが終わりますと、ひげや角などを作りまして、飾りをつけると出来上がりというわけです。お値段の方は種類も大きさによっていろいろと違いますが、だいたい4,500円から25,000円まで、この大般若の面が4,000円とか、伝統の力をよく伝えた石見神楽面のお話です。